チャプター4、レッスン9、クリップをさまざまな方法で挿入しようということで解説を始めていきます。今回も引き続きこのフォレストの中に入っている素材を使って解説をしていきます。そして前回とここのビューアーの表示の仕様が変わっていると思いますが、今回ちょっと2画面になっています。デュアルビューアーですね。切り替えはですね、ここのボタンを押します。今これを押すと、シングルビューアーモードに切り替わります。シングルビューアーモードっていうのは、一つしかないんですけれども、タイムラインクリックするとタイムラインの方のビューアー、タイムラインビューアーに切り替わって、こっちのメディアプールにある素材をダブルクリックするとソースビューアーモードに切り替わります。まあ一つで二役こなすようなシングルビューアーモードですね。そしてここをもう一回押すとデュアルモード、デュアルビューアーモードに切り替わるんですけれども、このボタンがですね、表示されていない場合、インスペクタが開いているのかなというふうに思われます。このインスペクタを開くと、このインスペクタのサイズ分ですね、画面の UI が小さくなって、ビューアーのモードを切り替えるボタンが非表示になってしまいます。ですので、そこを切り替えたい場合は、インスペクター閉じていただくと、はい、ここにボタン出現しますので、これでデュアルビューアーに切り替えることができます。はい、そしたら、早速クリップの挿入についてやっていこうと思うんですが、今まではこの選んだクリップをこのようにドラッグ&ドロップで挿入をしていました。ただこれだと、まあ、この末尾に入れるような感じになります。この間に例えばクリップを挿入したいなんていう時にはちょっとやり方が必要になってくるので、その辺の解説になります。今回使うのがこのタイムラインツールにあるこの3つのボタンについてになります。はい、ではまず再生ヘッドをクリップを新たに挿入したい場所の先頭編集点に移動させます。じゃあ今回ここにとりあえず持ってきてみます。この傘のクリップの前ですね。はい、で今ここのスナップっていう機能がオンになっています。キーボード N ですね。これがオフになっていると、こういう編集点とかにピタッと持っていくことが難しくなります。ここでピタッと止まってくれないんですね。なので、きちっと編集点に持っていきたいときは N スナップをオンにしていただくと、はい、ここでピタッとスナップするようになりますので、これを使っていただければと思います。はい、そしたら編集点に持ってきたら挿入したいクリップを選択します。じゃあ、まあ、これが今このクリップが選ばれているのでこのクリップ使っていこうと思います。2のところでまたインアウト作っておきます。そしてこの状態でこちらクリップを挿入、このボタンを押してみましょう。はい、そうすると、決めたインアウトの長さがこの間に挿入されました。もちろんこっちでも一緒ですね。はい、このように新しいクリップを挿入することができます。はい、そしてページ141のここがポイントというところで、クリップの途中に挿入したい場合ということですね。今はこの編集点のところで挿入をしたので、まあ綺麗に新しいとこクリップが挿入されたわけなんですけれども、じゃあこの途中のところに再生ヘッドを持ってきて挿入を押すとどうなるかっていうところですね。この状態で押してみます。はい、そうするとこのクリップとこのクリップ、もともと一つだったのが、まあ、分断されるような形で新たにこのクリップが挿入されました。まあ、こういうふうに分割するような形になりますっていうお話になります。はい、では141ページの下ですね。次はクリップの上書きというものを見ていきます。はい、まあ、同じ素材を使ってやっていきましょう。このここにじゃあ再生ヘッドを持ってきてこの上書きを押してみます。はい、するとどうなるかっていうと、先ほど新しいクリップ挿入された時は、この2つのクリップがこう右にずれたような形だったんですけども、今回は上書きなのでずれずにそのまんま上書きしているような感じです。じゃ例えばこの
挿入するクリップの素材が結構長かった場合、この状態で上書きをすると、はい、こういう風に長くなりますね。これもうちょっと伸ばしてみましょう。もうちょっと伸ばして上書きをすると、あ、挿入だ。はい、そうすると、このクリップを通り越してこっちのクリップまで削るような感じで上書きが行われます。こういう感じですね。はい、これが上書きになります。じゃあ次にこちらの置き換え、これをやってみましょう。また編集点を持ってきて、ここに上書きを押します。はい、そうするとまあ綺麗に置き換わる、素材が綺麗に置き換わりました。何か違うのでもやってみましょうか。これでインアウトを決めて、このクリップの編集点で置き換えます。はい、そうするとこんな感じで素材が置き換わりました。ではですね、142ページのここがポイントというところで、もっと細かく挿入する場所を決めるにはとあって、今はこの編集点だったり途中のところに再生ヘッドを置いてやってみたんですけれども、範囲指定をしてやってみたいと思います。これでインアウトを作って、まあ、仮にこの場所にクリップを入れたいっていう時に、この状態で何かまたクリップを準備して上書きなどを押してみます。はい、そうするとちょうどここのポイントに対して上書きをすることができます。ここも一緒ですね。例えばこっからここまで何か違うのに素材を置き換えたい時に、じゃあ今度置き換えの方を押してみましょう。はい、ここの範囲内で素材を変更することができます。はい、こういう感じですね。そして、さらにページその下にあるところで、ここがポイント、特定のトラックが動かないようにするには、それとですね、その隣にビデオ2にクリップを挿入するにはというふうにあります。これについてちょっと解説をしていきたいんですけれども、ちょっとタイムラインが乱雑になったので一度戻します。はい、で、ビデオ2に挿入する方法なんですけれども、ここのですね、トラックヘッダーにある、まあ、ビデオ1のところにこのマークがついてます。これをですね、この V2 って書いてあるところをクリックします。そうすると今ビデオ2が選択されているような状態になりまして、この状態で同じようにこの挿入や上書きを押してみていただければと思いますが、すみません、このビデオ2だけではなくて、オーディオの方もですね、この A2 って書いてあるところをクリックします。で、この状態でそしたらじゃあ上書きをしてみましょうか。はい、そうすると、まあこの下のクリップを上書きしたわけじゃなくて、まあ上にこう乗っかったような感じです。なので、もし仮にこれがこういう状態にあらかじめなってた場合ですね。で、この状態で上書きを押すと、はい、このビデオ2に対して上書きが行われます。さっきここお伝えするのを忘れて、最初オーディオが、このオーディオ1の方が選択されてたんですけれども、これオーディオ1の状態で挿入をするとどうなるかっていうと、ビデオ2、ビデオの方に関してはビデオ2、オーディオの方に関してはオーディオ1になっちゃってるので、この状態で上書きをすると、はい。ビデオは上に行くんですけど、オーディオは下、オーディオ1にあるので、オーディオ1だけがちょっと削っちゃったような感じになります。なので、ビデオ2を選んだ場合は、まあ、オーディオ2の方を選んでいただければ、綺麗にこのように上書きをすることができます。はい、これでレッスン9の解説は以上になります。